アメリカ在住の心臓外科医があらゆる質問に答えるコーナーをしています。続いての質問は、えっ、ー、と心臓外科のフェローとして働く上で、USMLE のスコアは関係ないというのは本当なのでしょうか。今後突然スコアが重要視されるようになることなどないのでしょうか。また、北原先生は2年間のフェローを終えられて、新しく別の病院へ移ったとおっしゃっていましたが、 そののの際も USMLE スコア関係なかかったのでしょうか長くなってしまって申し訳ありませんがご回答いただけますと幸いです。関係ないんじゃないですかね多分関係ないと思いますよあの。フェローとして働く上で何が重要視されてるかっていうのは正直わかんないんですけれども、えー、まあ僕の場合は少なくともスコアっていうのは全く見られてないかなっていうふうに思いますね。それがどれだけ低かろうがどれだけ高かろうが大したポイントにはなんなかったんじゃないかなと思いますね。それ これはシカゴ大学でフェローをする時もそうですし、もちろんその2年間のフェローを終わった後に今働いている病院でですね、えー、まあ面接などいろいろしましたけれども、えー、USML のスコアを見てる人多分いなかったと思いますね。少なくともチーフとかまあ一緒に働いている人たちっていうのはですね、そんなのをまあ全く見なかった。まあ、例えば論文だったりとか、まあそういうものっていうのは見てたかもしれないですけれども、それすらちょっと怪しいぐらいの感じはしてますね。 そそれ以上にものを言ったのの多分そのコネクション、まあ、直接的な例えばその人と知り合いでっていうコネクションっていうよりは例えば僕が働いてるシカゴ大学の上司であった先生とこの病院の一人のサージャンが知り合いで何、えー、かいいやついないかって言った時にあちょうどいいやつがいるよっていうふうな話が出たりとかあるいは今僕が勤めてる病院のチーフ が必要な人材っていうのを別のサージャンに聞いた時にそのサージャンがまあ同じ話ですね、まあ、今トレーニングしてるのはこういうことができるからっていうその特技だったりとか特性みたいなのを話してあそれだったらちょうど使いやすいやつだなっていうふうに思って採用するみたいな形で一度じゃあこいつを採用しようっていうふうに思われれば例えば多少のディスアドバンテージまあ僕の場合は日本人で英語があんまり喋らないっていうディスアドバンテージとあともう一つこれは巨大なんですけれども アメリカで外科のレジデンシーをしててなないいいから専門医がないっていうまあこの2つのですねディスアドバンテージがあるんですけれどもこれをまあもってしてもこいつを取ろうと思うアドバンテージの方が大きければ多分採用しようっていうふうになるし採用されればこの2つのディスアドバンテージっていうのは大概なんとかなるんですね。 場所によっては例えば医師免許がその専門医がないと取れないとかっていう場所例えば州まあ州によって違うので、えー、が出てくるっていう場合もあるかなと思うんですけれども少なくとも僕はワシントン DC で問題なく医師免許出ましたし、まあ、イリノイ州でもですね専門医がなくても免許を出,す出ることができたのでまあ、あのー、そういうのは大丈夫なのかなというふうに思っています。なのでので、USML スコア自体はもちろん、例えばレジデンシー 正規の道を進むっていう上では、えー、重要視されてるというか、まあ、足切りが存在するっていうのがあると思うんですけれども少なくとも僕のようにフェローとしていくっていう場合はもちろん高ければそれはいいことだと思うんですけれども低いからこいつ落とそうっていうふうになるってことはまずないんじゃないかなっていうふうに僕は思います。